はい、よい風景です。乗りかかった船っていう感じですね。で、システィーナを助けに、ここですね、ダムサ取れていきます。まあ、寄り道に、にはなっちゃうんだけども、まあ、人道的には正しい判断。だよな。やっぱりゲームだからね。また行ってしまった。で、今回はレベル9の、連中。デニムはね、レベル上げたいんで、忍者にしておこうかな、と思います。で、魔法でもなんかつけとくか。サンダーフレでもつけとくか。使わないと思うけど。いや、使うかな。棒があるからな。で、あとは、シモア。アイテム。これを、ちょっと防御力高めておきたいから、レザーアーマーにしておこうか。で、魔法変えます。今回はね、どうするかな。はいはい。クリアブラッドをつけておこう。じゃあ、スタンスローターを外して、デフハーネラー、デフゾシャネル。これでいこうかな。で、あと、そうそう、ボルテール出そう。と思ってます。こいつ出すなんて、なんか、正気の沙汰じゃないかもしれないけど。だけどね、今回はね、炎のエレメントを持ったボルテールを出しておきたいって感じなんですよね。装備はこんな感じでいいかな。と思ってます。これで何人？これで3人かな。これ3人ですね。あとは、アネット。アネットは、このマップでレベル上げてしまってもいいかなって思ってるんで、アマゾネスにして、で、スピア装備。あ、しまったしまった。あ、でもいいか。あとはプレザンスで行こうかなと思ってるんで、これいいや。よっしゃ、行きますかね。Fight it out.このマップはね、まあ、砦ってこともあって、敵に利があるんですよね。だから、まあ、そんなに難しくはないんだけれども、まあ、注意を、最新の注意を持ってやっていきたい感じかな。あとは、ちょっとゴーレム出そうかなと思ったんですけど、今4人だからね、回復力充実させたいからプレザンス出します。この5人でいきます。ボルテールがどこまで活躍できるかな。やっぱりね、エレメントをね、よく、見た結果、フォルカスのエレメントが炎なんですけど、敵のアタックチームの中に炎がいないんですよね。だから、炎のエレメントの力を高めていきたい。嘆きのベルドレ、お前たちが私の亭主を殺したのは。あんな奴でも私には大切な男だったんだ。私だけじゃないね。このお腹の中の子にとってもね。システィーナを返してもらおう。抵抗しなければ命は保証するぞ。冗談はほどほどにしな。返して欲しくば力ずくでやるんだね。これでも海賊ダンザの女房なんだ。女だと思って舐めるじゃないよ。さあみんな、お頭の仇討ちだよ。で、アーチャーが二人いますね。で、ベルドレ自身も、投射攻撃、グレートボーを持ってますね。少なくとも三人か、投射攻撃を行うのは。で、敵は高台にいるんで、これは注意が必要ですね。まあ、そういうこともあって、こちらは投射攻撃に耐えるわけにいかない感じかな。ただ、バイアンが魔法強力ですけどね。じゃあ、とりあえずアネットは先行させてしまっていいですね。レベルがね、バイアンだとか、フォルカスに比べて低いので、おとりになってくれると思います。で、魔法かけます。とりあえずどうするか。敵のね、エレメントが偏ってるんですよね。なんかそういうこと、そういうケースが多いんですけど、水のエレメント持ったやつが3人と、大地のエレメント持ったやつが4人ですね。だからここは、デフハーネラとデフゾシャネル。これを交互に使っていこうかな。じゃあ、まず、デフハーネラ使うか。で、これで、デニムのエレメントも強化されるし、あ、てかシーモアやめとかよかったかな。さらにしとけばよかったかな。風のエレメント持ってる。とりあえずシーモアはこの辺にいた方がいいな。ちょっと先行させてるのはまずい。早速来たな。アネット狙いですね。まあ、この子はかなり強力なんで、まあ、多少の攻撃を食らっても大丈夫なんで、
取りになってくれてますね。こっちが何やってくるかは問題だが、スタンスローダーか。18% だな。よーし、いいぞ、偉い偉い。で、プレザンスはすぐ救援に向かえるように待機しておこう。ベルドラ来ましたね。こいつのレベルが高くて厄介ですか。先行してきたな。ベルドラを倒してしまえれば、マシは早いですね。デニムは、とりあえず待機しておきましょう。こいつは、セレンダースピア持ってんだ。敵の装備がかなり強力になってきましたね。で、ボルテール出しちゃおうか。まあ、ナイトだし、多分倒されないだろう。デニムはやはり待機。あれ、攻撃する？後ろか。これは戦術的には良くないぞ。前にいる連中をやってしまった方がいい。だがさすがのエルフだな。あ、そうか。風のエレメントの力を強化するとバイアン弱くなるか。アネットは、ベルドレにダメージ与えとこうか。ちょっとフォルカスがやってくれるかもしれないしね。64ポイントか。さすがにレベルが高いだけあって、強力ですね。デフゾショネル。これでフォルカスを強化します。フォルカスとボルテールを強化。というか、これからどうしようかな。もし、フォルカス仲間になったら、ボルテールはますます使わなくなるな。エレメントが一緒だしな。フォルカスはおそらく強力なんだろうな。あ、ベルドレ。お、やった。楽勝だったな。あんたどこだい？この子と一緒に。ちょっとこれはなんていうか泣けるね。ちょっと泣けるわ。でもこういうところがあるよな。やっぱ戦争だからな。まあなんか最低限の殺害数で済んだかな。でもフォルカスにとってもね、この戦いは理由がありますからね。小人を救い出すっていう。なんかこの間は見捨てる方向で話を進めようと思ってたらしいけど、この人は。なんか随分簡単にクリアしちゃったかな。ジェシーナ、久しぶりですね。あなた方に命を救われるのもこれ二度目。お礼の言いようもありません。無事でよかった。本当によかった。また会えて嬉しいよ。私もよ。あなたやバンヤも無事で何よりだわ。話の腰を折って申し訳ないけど、さっさと船を出しましょうよ。すっかり家長は嫌な女って感じの板についてるけどな。そうだな、そうしよう。日のあるうちに沖へ出よう。ライメルの途中、ボードトイレで寄ってもらうのはどうだろうか。それはいい考えね。お礼もしたいし、セリエ姉さんを止められるかも。ボードトイレで、あの朽ちたトイレに何があるっていう。ボードトイレでは我々の拠点の一つなんだ。リーダーのセリエ同士がいるはずだ。僕らがバレリア解放戦線のリーダーと会う必要があるのかい？会えばわかるわ。私たちの間にもいろいろな問題があるのよ。さあ乗ってくれ、出発だ。どうしようかな。今回はどうしますかね。実はね、収録をね、ここでやめようかなって思ってたんですよね。どうしようか。ここまで行っちゃおうか。ゴリアテでも通るんだな。ここで戦闘になりそうだな。なるほどね。ボード取りで。ライムか。じゃあ、とりあえず、やめるか。実はね、戦術を練ってないんですよ。全然。とりあえず、クワドリガ取りで、クワドリガ取りでまで行って、ここでセーブを取ろう。で、時間も結構余っちゃったんで、じゃあ読むかな。なんだっけ？レポート読むか。
レポート読んだりしますかね。じゃあまあその前に、ゲストユニット見てみるか。ほんと時間余っちゃったな。システィーナね、レベル13ですね、やっぱり。で、まだ9レベルですね。こっち9レベルのやつがいっぱいいるな。ボルテール役に立たなかったしね、やっぱりな。これから、出番が少なくなりますね。なお、一層。ね、装備何つけてんの？スレンダースピアか。かなり攻撃的だな。でもインテリジェンス高いですね。あ、でも、ストリングスも高いか。割とバランスの取れた能力値だな。このまま女戦士で進むか、それとも回復がけにするかでちょっと迷いますね。で、バイアンか。バイアンは装備は割と普通だけど、このクラッグプレス、これ強力ですね。これこれ。バイアンは活躍の機会があると思います。で、フォルカスが難しいですね。また強力なんだけども、今レベルも高いってことでね。まあ一応使っていく方向では考えますけど。じゃあ、いろんな喋りたいことっていろいろあるんだけども、まあ一番、なんて言えばいいのかな。タイムリーなことから喋るか。シティな救出とかありますね。海賊退治とか。人物かな？やっぱり。新しく、出てきた人たち。炎のセリエ出てますね。風のシスティーナ。じゃ、まずシスティーナから。あ、二十歳なんだ。そうか。バレリア解放戦線の戦士、バグラム人、フィラーハ教の新関係に生まれるが、父親が司祭ブランタとの権力闘争に敗れたことにより、王都を追われる。母を失ったのをきっかけに、姉のセリエと共にゲリラ活動を始めると。いう感じですね。この子、可愛いですよね。前も言ったけどね。え、この子のね、お姉さん、炎のセリエ。この人すごい美人だと思うんですけどね。まあ、ルートによってはこの人は過酷な運命を辿るわけなんですけども。バリリア解放戦線指導者、バグラム人。あ、指導者なんだね。大乱後、神々の父フィラーハを絶対神と崇めるフィラーハ教で布教活動を始めるが、宗教に限界を感じたことから、ブルクによる戦争終結を目的としたバリリア解放戦線を組織する。まあ、かなりラディカルな思想を持ってる人なんですけどもね。で、このフィラーハ教って、神々の父フィラーハを絶対神として崇めるって、ちょっとこれは、言葉として矛盾してるんだけど、まあいいか。まあいやいや、まあ、学術的な話はいいだ。あとはね、フォルカスか。フォルカスね。フォルカス・リダ・レンデ。下神その名前だな。バリリア解放戦線の戦士、バグラム人。バグラムの名門、バナヘウム士官アカデミーはトップで卒業した男。そうなんだ。王国騎士団に入団したから間もなく内乱が勃発し、新体制発足後も、OK の抽選心を忘れなかった。新体制に反発、追放される。なるほどね。基本的に応答派の集まりなのかな、バリリア解放戦線っていうのは。だから、復古主義とか、まあ、保守的な人たちなんだよね。だから、なんだっけ、極右勢力って言われていたけれども、そういった意味で極右勢力なんですね。なるほどね、って感じですね。ただ、現代的な意味で右とか左とかなかなか言えないんですけどね。あとは、左って言うと主人公たちが一番左っぽいよな。でもあれか、なんだっけ。システィーナが言ってたこともかなり左っぽいよね、現代的に言えばね。と思うんだけどもね。じゃあ、バイアン。バイアン・ローゼン・オーン。58歳。そうか。バリリア解放戦線の戦士、バグラム人。旧バリリア王国の魔法アカデミーで魔術を教えていたこともある魔術師、司祭ブランタの政策に反対したことから王都より追放される。追放後セリエラと出会い、メンバーの一人になると。なるほどね、って感じですね。まあ、次のマップでは、まあ、出てくれますけども、多分活躍してくれるんじゃないかなというふうに思ってます。じゃあ今回これ切るかな。なんか短かったね、今回は。というわけで、ご視聴ありがとうございました。